新しいチームが誕生。ここに日本職業野球連盟が結成されたのです。そしてプロ野球草創期を代表すると昭和11年12月、巨人とタイガースはプロ野球初の日本一をかけて東京須崎球場で対戦しました。1勝1敗で迎えた第3戦、この日も再び沢村がマウンドに現れました。3連投の沢村が始めました。陰性が開始されました。ワンアウトランナー1塁3塁では中西、中西、ストレートの中西。